ああ、弟よ、君を亡く、君死にたもうことなかれ。末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて、二十一まで育てしや。この歌は日露戦争の始まった昭和二十七年当時の詩人であり、 若でも有名な与さの秋子が、堺に住む弟が24歳で召集を受け戦地へ立つとき、姉として弟を思うあまり、明星に発表した詩の一部である。軍国主義の時代としては思い切った反軍国主義の詩である。秋子自身は決して反軍国主義ではないのだが、愛する弟に対する 上演がこうした激しい死を生み出したのであろう。秋子ならではの親の身にとって赤紙一枚で召集されていく夫や息子を喜んで出世さすはずはないが、悲しさを胸に秘めて、親も行く本人も涙を隠して、笑顔で万歳万歳と送った昭和16年のあの当時が思い出される。 実は私が16歳の時、乱れ神という文集本でこの詩にあった時、私はすっかり魅了され、最後まで暗唱し、83歳の今でも忘れず覚えている。大正時代であったら軍部を批判する反戦論者として憲兵隊に没収されるはずである。昭和16年12月8日、 大正放災日にちなみ日米戦争の火蓋が切られた。当時私は十和田市に住み、愛国婦人会長、そして国防婦人会長も兼任異家族、少尉軍人相談員の移植も受け、四町六家村を受け持って、勝つまでの意気込みで東方清掃忙しい毎日だった。 一番私に辛かったのは、戦死者の家に町長々と兵士係と私とで、その家を訪ね、心にもない名誉の戦死を遂げられましたと報告しなくてはならなかったことである。受ける方はこれまた涙を隠し、お国のために名誉の戦死を嬉しく思いますと家畜に答える親や妻を見て、心の中で泣いた。 昭和18年、戦争もいよいよ過熱になり、やがて、広島、長崎と原爆を投下されて、非常な痛手を受け、24年過ぎた今でも原爆の後遺症に悩まされていると聞いている。東京も、度重なる空襲にやられ、被爆者は親を失い子を亡くし、一家全滅も数知れず、とうとう、 昭和20年7月28日は青森も全市の9割空襲を受け山憺たる打撃を受け多くの尊い人命と多大な家財を失った一週間目に青森へ来て山上を目撃した時あまりの山上にただただ呆然とするばかりだったしかもその翌月の8月15日に終戦になって 余計残酷に思われてならなかった。私は空襲の恐ろしさにこそ合わないが、長男を終戦後の9月1日に満州で終戦を知らずにソ連兵と戦って戦死するという無残な衝撃に打ちひしがれた。実は終戦の折、戦死された方には申し訳ないが、いずれ無事で復員することを信じていただけに、 その悲しみも大きかったしかし長男をはじめ多くの戦死者が今日の平和の出牲となってくれたのと頼んだと自分自身に言い聞かせて心を慰めいつも冥福を祈っている私をはじめ日本の皆さんは何らかの戦争の被害者であり同時に戦犯者でもあるはず 私は勝つまではと随分戦争に協力した。それで私は昭和21年に軍事援護嘱託の解散と同時にすべての公職を辞退した。ことに婦人会長はぜひ続けてくれと言われたが何もする気,気力を失ってしまったわ私はどうしても続ける気にはなれなかった。日清日露と 朝日の勢いで戦いに勝ってきた日本は日米戦争にも勝てると思っていたのはあまりにも考えが甘かった昭和19年頃感じてきたが戦いが終わって通説にそれが分かった原爆の非常な恐ろしさも焼夷弾の威力も知らぬ無知だった焼夷弾が落ちた時の火を消すためのバケツリレーや 敵の上空に備えての竹割訓練などに明け暮れた日々実際国境極まると笑い草になっているがその時は真剣そのものだったことは否めないあれから24年兵器の進歩発達は止まるところを知らず科学戦争の今日一瞬にして大都市も怪人と化す恐ろしい時代に 人が人を殺し合う戦争そのものこそ野蛮の極みではなかろうか。ますます文明の世となり、地球から戦をなくし、愛の輪で世界の平和を保ち、二度と恐ろしい戦争はあってはならないと切に思うのである。我々遺族も高齢化して毎年減り、遠からず遺族会も解散されるだろうが、 まだまだ続くよう遺族の皆さんのご長寿を祈る今年もやがて青森空襲の痛ましい思い出の日がやってくる被災者戦没者のご冥福を祈り私は声を大にして世界の平和を願い戦没者の死を無駄にしたくないことを祈るのみである